もうホストみたいな人っすね。なんか SNS 名がマゾくんっていう名で活動をしています。マゾくん、はい。格闘技歴は、柔術を主にやっていまして、まあ、現在ね、負けたことはないと。負けたことないっていうのはどれぐらいの？43です。43戦無敗、はい、はい。どういうこと？すげえじゃん。さっきあの、はい、キム・ジェフンと相当やり合ってましたよね。ああ、さっきやってた人か。へえ。そうですね、僕はやっぱああいう、ただの暴力っていうものを格闘技じゃないと思ってる、まあああいうやからは許せないなっていう、シンプルに嫌いなんですよ。だから僕はこの喧嘩と格闘技の違いを教えてやろうかなと思ってきました。西谷君は一応プロ格闘家の類かなとは。そうですね、でも僕があのディープのポジションにいたら僕ならベルト取れてると思うんで。おお、いいですね。まあこういうこともあろうかと西谷君の悪口メモにまとめてきました。見して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 、楽しみ楽しみだな。歯ぐき長い、おお、そうやな。ディープでヌルヌルで一本取られてダサい、打席思考、普通にグラウンドでも立ち技でも勝てそう、てか MMA なんでやってるのか謎、両方パッとしないです。歯ぐきが長いです。ちょっと会ってみます、この人。目の前で今西谷大成と対面できるとしたら。いや、めちゃくちゃ気まずいです。それはいいです。後日とかなら。え、じゃあちょっとびっくりするから今行ったる、今行く、今行く、ちょっとびっくりさせよう、びっくりさせよう。素人みたいなことしてほんま書くだけやっとんかな、この人。マウスピース特注か聞きたいですね。格闘家っていうイメージっていうよりかは変な人、はい、はい。マウスピース特注で作ってない自分。いやいや、なあ、格闘家でマウスピース特注ないやつおらんで。格闘技やってんの？いや、やってるし。やってないよ、特注ない。歯茎はそこら辺で顔温めてハメラ使っとるわけ。じゃ本当にはかっこいい。かっこいいじゃないの？かっこいい、かっこいい、なあ、かっこいい。話そらすな。マウスピース作ってないよお前。格闘技やってないやろお前。やってるよ。やっとって、なんで自分で歯医者さん行って作らんねん。作ってるよ。作ってなんて分かるじゃん。特注や。ぴったりも。こんな。特注やったら。こんなや。西谷のお前のこんなや。だってお前もう完全にあれやもんな。九州の方かどっか知らんけど、ボコボコされそうな顔しとるもん。いやいや。マジで。想像のガタイが違うから。ガタイが違うからなんなん？ガタイが違うから、それでガタイで勝てると思っとん。ガタイで勝てると思ってんの？なんか失神するかお前。いいよ。いやマジで。なあ。うぅーい。ちょっと、ちょっと、止めん、殴る、足折れるって、乗っけよ、お前。痛いですって。おら、痛かった。いい、はい、オッケー、オッケー、オッケー。足なんだよ、俺。出せる足で。シンプルに、リングで勝ってみる。そんだけ大牛でくる。うわ、とうとう来たか。本当に最高に狂ってて、喧嘩最強なヒロミカワさん。俺かい？はい。どうすか？メカ君にいい相手ありますか？ OK です、楽しみにしてます。まあ、西谷君の部屋やろうとしてるから、ちょっとベアナックルで一回持ち込んでほしい。はい、自分やりたいと思ってました。はい、やりたいですね。西谷ですよね。そうか、とうとうメカ君に喧嘩売られるようになってしまったんですね、僕も。喧嘩自慢がプロ格闘家と最高な喧嘩をする。はい、これは本当待ちに待ってましたね。はい。西谷君との関係性は何かあるんですか？まあ、まず最初に豊橋戦があって、それの監督だったんですけど、なんか追撃したぐらいで、なんかビリビリギャーギャー騒いでて、なんだこいつって思ってたんで、こいつやってやりてえなって前から思ってたんですよ。まあ、こいつルールとか分かんないやつなんですよ、バカやから。メカ素晴らしい推進力。おー、試合裁定は赤コーナー選手の反則負けとなります。
さあ結果メカ君の反則負けということになりました。自分を呼んだってことは素でルールビアナックルでやりたいってことでしょ、みんな見たいってことでしょ。あのしっかりそれこそなんか引退するみたいな言ってたじゃないですか、はい、はい、自分があの最高のリングで住んで、はい、引退させますよ。右手は間に合いますか？あ、全然間に合いますよ。なん右手使えなくても全然大丈夫です、はい、全然大丈夫です。いや無理だってさすがに、万全にしてこいよお前、言い訳されたくねえやろお前。ちょっと今までの相手とはわけが違う、はい、なんで最高なんですよ、もっともっとスリリングな試合をしたいなって、本当死ぬか生きるかの試合をしたいなって思ってたんで。いいな。いやもう待ってました。俺もなんか格闘技こう引退して、てか まず僕地下格闘技からこう始めたんですけど、やっぱそういう生きるか死ぬかみたいな感じで戦うのが僕めちゃくちゃ好きやったから、なんか引退してみて、まあ改めてちょっとこういう相手とできるしたいなと思いますよね、マジで。うん、こいつでいいかなって感じ。いやもう来て来て、おいで、もちろんおいで。最高、久々です。久々です。最高ですね。ずっとやりたかったんですよ。いやいや全然、もう最近活躍は見てますからね。やってくれますか？うん、もちろん。もう僕あれですからね、もう引退してますから。別に拳壊れようが、うん、どっか骨折れようが別でもいいし。いいですね。じゃあ本当死ぬか生きるかの最高な試合しましょう、うん、もちろん殺し合いを。いいよ、もう文句全くないんで僕は、はい、自分も変でこうやって揉める気ないんで、もうあとは仕上げるだけなんで当日、うん、もう死ぬ気でやるより好きでやれ精神でいくんで、生きるか死ぬかの本当に死闘をやりましょう。うわなんか想像できるわ試合、これむちゃくちゃなるわ絶対。うん、血まみれになりましょう、まず、ね、祭りしましょう。はい、お願いします。どうす、この手がぐちゃぐちゃになっちゃうんですね、血だらけになりますよ。いやこれまたなるよ絶対、うん、これ全然何本でも折れてもいいと思ってるんで、うん、俺もいいから。いいっすね。まあメガ君、あの喧嘩自慢の時にさ会ったのも多分なんかの運命だと思うよ。めちゃくちゃ練習してマジで倒すからさ、しっかり覚悟しといて。最高にスリリングな最上級にエクスタシーを感じられるような試合をしましょう。右ストレート、フック、